でも祭り笑い方めっちゃブスじゃない？でなんか最近ね思ったのが、あの川瀬さんとコラボして、ウルカ先生とコラボしてじゃん。であの二人って動画出してくれるじゃん。3本くらい出てたの見たんだけど、えなんかさ祭り笑い声めっちゃのぶといなと思って、えなんかはははみたいな。えなんかさ、え一緒にいた湯月とかの声とか笑い方とか可愛くて、でコメント欄でなんか笑い方いろんな種類があるんだけど、その中の一部を窓拭きって言われてて、え窓窓拭きのみたいな笑い声するかと思って、で窓拭きとのぶとい声だよ、最悪じゃん。ふはははは笑う時が本当にブサイクすぎて、なんか最近すごい嫌なんだよね。嫌んだ、うん、嫌すぎて嫌んだわ、うん、なんかもっとね可愛い笑い方したい。あははあははは、みたいなゼルダ笑いちょくちょく出るよね祭り。はははははってやつでしょ。あれマジ病気だよ。意識してないもんだって、なんか出ちゃうんだよ、はははははははって。まつりちゃんがあのどっかでコラボで爆笑した時とかによく出ます。あの爆笑してる時はははははははってね笑うんで、ぜひ見つけたらね見つけたらあ、これが噂のゼルダ笑いかって思ってください。よろしくお願いします。恥ずかしいよ、でも恥ずかしいんですよ。だから可愛い笑い声の人ってマジ羨ましいなって思う。白神吹雪とか、あとは、ま、ペコーラも癖あるけど可愛いじゃん結局って可愛いじゃん。でも祭りのぶといんだよ、ふはははってすごい嫌だ。直していきたい、直そう、直したいな、直したいと思っている。うーん、ナイス。昨日でも昨日初めてあまりにも運動不足すぎて、ジム行ってみようと思って、うん、おー、で、水泳、まあ、プールか、普通に、うんうん、行って、50m 泳いだあたりから両腕に異変が出て、上がらなくなって腕が、あまりにも運動不足で。で、なんていうの、もう、100m 泳いだあたりからもう、腕、上に上がりませんみたいな。やば、うん。で、今筋肉痛だね、ちょうど。ちょうどやばー。